はい、皆さんこんにちは。 JR 西日本のサイコロ切符が始まってます。今回は岡山ですね。岡山で、出発になります。で、目的地が敦賀、奈良、松山、小倉になります。で、岡山発着が条件となるようですね。で、期間がもう23日、5月23日で始まってまして、6月30日まで、で約1ヶ月と10日の期間でエントリーが可能です。はい。で、乗車期間は、5月24日から7月13日まで、だから青春18切符と重ならない期間ですね。で、実施されるということですね。はい。岡山が中心ですね。で、私大阪なので、奈良が当たった場合は単純に岡山までの往復の新幹線、敦賀が当たった場合は、サンダーバードで敦賀の往復と、岡山への往復新幹線、はい、で、松山が当たった場合は、自腹で岡山まで行って、そこから、L 特急ですね、在来特急の往復はこの料金、はい、だから5000円のエントリー代なので、費用なので、岡山在来線で3000円ですね。往復6000円、だから1万1000円で岡山、松山に行ける。あと小倉も岡山との間の新幹線代なので、小倉まで往復するのに、そうですね、1万1000円で行けるということですね。まあ、お得はお得ですね。だからできたらね、敦賀か奈良が当たってほしいところですね。はい。という形です。で、乗車パターンですね。あ、そうですね。となります。はい。で、最大で3名まで同時ですね。で、岡山駅発着のみとなります。はい。では、お得情報でした。以上です。